警察庁から捜査権を与えられ、遺骨盗難事件を追っていた右京と薫は、わずかな手がかりから犯人が学校関係者ではないかと推理。鉄道マニアの米沢に協力を要請し、13を名乗る犯人グループが辿ったルートの解析にかかる。同じ頃、タケルと宮子は、密かに初会合を設け、それぞれの思惑を交錯させていた。そんな中、遺骨が盗まれた元官房室長、小野田貢献の小野田家をはじめとする被害者宅に、2通目のメッセージが届く。そこには、身代金に関する指示が書かれていたが、受け渡しの方法と金額は予想外のもので。そして、被害者13家族の中の2家族が、断固としてそれを拒否。そのうちの1件、間野家を訪れた右京は、応対に出た中学生の息子、ジャスティスに引っかかるものを感じる。ジャスティスはつい先日、奈良に遺跡巡りの旅に出たというが、引率したクズハ再造という私塾の塾長も、一癖ある人物で。新たに届いた、脅迫状をきっかけに前代未聞の遺骨盗難事件はますます混迷。タケル、米沢、宮子らの思惑が交錯する中、匿名係が驚くべき結末を手繰り寄せる。